まあコンディションはバッチリです、もうだいぶ仕上げたもん。そうですね、もうあと体重も3キロぐらい、もうその体重3キロっていうのは全然問題ない。そうですね。で、今回ライジンが初ということもあるんですが、まあ USC といろいろ団体経験してきましたけど、今回どういう感じですか、今試合が近づいてきて。なんかまだそのいつも海外で試合やって帰ってくるとこう休憩みたいな感じで帰ってくるんで、なんか試合感が全くないっていうか、あれ俺試合するのみたいな感じですね。久しぶりの日本での試合ですよ。そうですね、試合感がないっていうのはなんか いつもと違う緊張感っていう感じですか。それもないですね。まあ自分はいつもアメリカでもそんな緊張する方じゃないんで、その会場に行って、まあ、しっかり集中してやろうっていう感じなんで、別にそこまで気にしてないです。今回はいつ日本に来られたんですか。まあ2週間前ですね。2週間前に来て、2週間の間っていうのはどういう感じで過ごしたんですか。そうですね、まあ、体重コントロールと、まあ、自分のベースの空手の道場に行って練習してました。まあ、地元に戻って空手の道場で師匠とかにも何かいろいろ外人に出るにあたって何か言葉をもらいましたか。まあ別に団体変わっても変わらなくてもやることは同じなんで、しっかり自分の動きやれようっていうのを、まあ、言われましたね。まあ変わらずって。そうですね。で、対戦相手元田選手なんですが、まあ改めてなんですが、印象というか、ここ感じて。まあやっぱ寝技が強い選手だなと思います。まあしっかり KO で勝ちたいな。KO でを狙いに行くということですか。そうですね、もうそれはしっかり狙いに行きます。まあ面白い試合を期待されてるファンというのがやっぱり多いと思うんですが、それに答えていると、まあ見てれば絶対面白いと思うんで、しっかり倒しで、まあ見ててくれ。ありがとうございます。ありがとうございます。クリスマル大臣だとルールだったりとか試合上は違う環境になりますけど、それの対策っていうのは慣れてきたんですか。そうですね、まあコーチと話し合ったりして、もうそういう用の練習もしてきたんで別に問題ないです。だいぶ最近のアメリカでの試合だとレスリングもすごく上達している印象があって、それで延長線上でまた今回の試合でもまた成長した部分が見れるのかなと思うんですけど、その辺の自分の進化って歌みたいなのがいかがですか。そうですね、やっぱその練習でやってることをしっかり試合でも出していきたいなっていうので、まあ多分自分の中では毎日やってることだからあんまりこの成長わかんないんですけど、まあファンの方とか見ればわかるんじゃないかなと思います。他に質問ある。改めて日本のファンの方に自分のどういうところを見てほしいっていうのは具体的にあります。やっぱり自分の得意な打撃をしっかり見てほしいな。日本に帰ったら釣りしました。しました。帰ってきて時差取りながら2日目ぐらいに行きました。もう普通のいつも行ってる釣り堀に行って。釣り堀、まあ釣り堀って言っても管理釣り堀って言ったらルアーでできるところなんで、そこ行って探して食べてって感じです。そこはやっぱリラックスするんですか。釣り堀しない。そうですね、やっぱり普通にリラックスできるんで。
まあ、試合終わったらずーっと通うと思います毎日のようにそうなんです。ヘルプのエリア、通訳がありますか？通訳の方がないんです。あ、どうしよう。Mr. Horiguchi, welcome back to your country. Did you saw that video promo for Rising? You were wearing karate stuff, and what do you think about that? まず、おかえりなさい。で、Rising プロモーションで空手着を着たプロモーションのビデオがありましたが、それどう思いますか？どう思いますか？その空手着で自分をプロモーションするっていう。なんかちょっとこの MMA っていつもこう裸でグローブはめてたんで、ちょっとなんかコスプレ感があってなんか嫌だなって思いました。 I feel like cosplay because you know usually I'm naked with the overhanging clothes, right? But I just put on the 空手着。And what is your opinion about Motoya skills? That's a big fight, you know. Most people in Japan, when saw Sakakibara comes to USA, make a deal with you, wow, that's a big thing for Rising, and I think it's a big things are coming to Japanese fans. ということと、この試合自体が、まあ、日本のファンにとってもすごい期待してくれた試合になるので、まあ、坂木原さんがアメリカに来てこの試合を組んだっていう時に、まあ、境地を受け入れた時に、まあ、日本のファンについて結構驚いてた、こんな大きなマッチを組んだ、まあ、そういったことにコメントください。そうですね、まあ、自分もこういうライジンっていうでかい舞台で戦えることすごい嬉しく思ってるし、まあ、対戦相手の元谷選手今やっぱ強い選手なんで、まあ、しっかり、まあ、KO で勝たないとダメかなと思ってます。 I'm honored to fight in Rising. It's one of the largest promotion and 元谷is a pretty strong, so I have to make sure to win the fight by KO.And my final question is, what is the feeling to meeting back the Japanese fans, all love, all support for the fans? Because you, in UFC, you are a face of Japanese MMA in UFC. Now you come back to be a big star in your Rising. And what's it about emotions? I ask about emotions, not about just fighting, but just yourself. What your heart say to you?UFC で試合してた時には、まあ、みんなファンが日本の MMA ファイターということで、まあ、見てたり受け入れたりしてたんですけど、逆に日本に戻ってきて、まあ、試合じゃなくて本当の自分普通の人間としてそういったファンがこうやってきたりっていうのはどういうふうに思いますか？まあ、すごく嬉しく思うんですけど、なんかテレビとかの煽りだとなんか自分が外人選手敵みたいな感じでこう言われてるんで、なんか違えよなと思ってましたね。Of course, I'm very happy to see a Japanese fans, but how the Rising promote myself is like I'm here coming back from you. I'm Japanese, but you know how Rising treating Kyoji is like a foreigner. He feels a bit stranger to come back. Wow, I am a Gakukujin. なんかだ元谷選手がちょっと日本の MMA なんかそうですね。そんな感じでこうテレビとか見てると、うんみたいな。いや俺も日本人だけどみたいな。じゃあその称号を元谷選手から奪うじゃないですけど、まあ日本代表ぐらいにもう、ね、まあ最初から俺が日本代表なんだけどなと思いながら。まあ、証明しちゃおうかなと思ってます。One more. Send a message. Invite the fans. It's our time. The media is stay here. Send a message for the fans. Invite to come to Yokohama Arena. ぜひファンの皆さんにメッセージを、あと
横浜に見に来てください。それはどれに？それもファンに。あ、ファンに。ファンに。カメラですか？あのカメラ。あのカメラ。はい。4月16日、面白い試合になると思うんで、ぜひ横浜に試合を見に来てください。お願いします。